さて、それでは全国社会人サッカー選手権大会準決勝2試合目、 B トップ3区栗山対 FC 延岡あがたの試合ご紹介します。両チームとも創設間もないクラブですね。B トップが1年目、あがたが3年目ですかね。この試合非常に激しい戦いとなりました。先制したのは B トップ。15分に榎本選手から左にパス、伊藤選手がクロスを上げて中でカンメラ選手が合わせてゴール。これが B トップの先制ゴールになりました。さらに次は延岡、33分でした。左サイドからのクロス、ファーポストに入った村山選手がヘディングでゴール。これで1対1。後半もまた点を取り合います。先に点を取ったのは B トップ、熊川選手のクロスから靴和田選手がヘディング、これが決まって2対1。ただ延岡も粘ります。伊集院選手が一発のボールで飛び出してシュート、これで2対2。80分を消化してこれで PK 戦になりました。ここで輝いたのが B トップの守護神佐藤俊選手でした。あがたの3人目シュートをパッチリ止めます。これで一つリードした B トップ3区栗山、佐藤選手の奮闘に応えるように5人全員が成功。これで PK 戦を制した B トップ3区栗山が決勝戦へと駒を進めました。では守護神佐藤選手にお話を伺ってます。まずはあの PK 戦の感想からお願いします。僕らは勝ち上がってきたので2回経験しているので、3回目っていうこともあって、まああとはもう僕が止めてみんなが決めるだけっていう、ただ単純なことだったのででまあトレーニングでも PK 戦の練習をやってたので、うん、練習を見る限りみんな上手いんで、まあ僕が止めれば勝てるなっていう気持ちだったんで、まあ、止めれて本当にほっとしてます、はい、残念ながらフルス対決にはなりませんでしたけれども、まあ、どのようなイメージ持って決勝入りますか。本当ラストの試合だし、まあ、ここまでみんな多分きつい中自分の体に鞭打ってやってきたので、最後やっぱ勝って取るもん取って気持ちよく札幌に帰りたいです。最後にサポーターにメッセージいただいてもいいですか。はい、これまで4日間応援本当にありがとうございます、ラスト1日なのでもう一度熱い応援お願いします。ありがとうございました。守護神佐藤選手でした。ありがとうございます。ありがとうございます。